福郎神社として知られる栃木県の神社では、一足早く新年に向けた準備が行われました。頭には黄色い鉢巻き、手には長い笹ぼうきを持った人たちがいます。これから何が始まるのでしょうか。お清めをして向かった先は、高さ7メートルの大きな福郎像です。実はすす払いが行われています。福郎神社として知られる栃木県那珂川町の鳥の子三照神社では、事前に応募したおよそ250人と神社の関係者が集まり、長さ7メートルの笹ぼうきを使って福郎像についたほこりを払い落としました。すす払いは12月9日が数字の1と29でいい福郎と読めることと、年末が迫ったこの時期に新しい年を迎える準備をしようと毎年行われています。祖母がちょっと病気で手術したもんで、すすを払いに。あ、なるほど。どんなお気持ちですす払いを行ったんですか、カイデちゃん。カイデ、カウント。カウント。ありがとうございます。年間ね、いろんな、ね、ニュース ありましたがね、みんなの苦労が苦労でね、どんどん払い去ってという気持ちでやっております。この神社は金の袋にちなんで金運アップを祈願する人が多くいます。参加者はすす払いを終えてピカピカになった袋像に早速触れていました。